はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということでサウンドプロテクスやっていきましょう。まずはこちら、源屋さんの花かげろう。はい、少しだけ早い春を皆さんにお届けいたしましょう。よろしくお願いいたします。ということで、いやー、まあ春と言いつつ、これからねどんどん寒くなるみたいなんで、皆さん冬はこれからですよ気をつけてください。あったかい格好してね。うん、はい、ということで、花かげろう、この曲も素晴らしくいい曲で、レベル14なんですけれども、ただね結構ね切りやすいんだよね。切りやすい箇所がねいくつかあるんで、ちょっとねフルコンはね集中していかないと難しいかも。トン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 、ぜひね歌詞も聴いてみてくださいね。うん、この和風な曲ってやっぱり日本人の心に響くよね。チャチャチャン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 チャン、はい。そう、まあね、前回からね引き続きコメントでリクエストを募集してるんですけれども、結構ね最近ゲーセンに出た曲をリクエストしてくる方が多くて、ただねこの家庭用のねサンドのね、どうしてもねボルテ3の3までにね収録された楽曲がじゃないと収録されてないんで、できればね、まあ、1年前ぐらいにね収録されたであろうと思われる曲をねリクエストしていただければ、まあ収録されてるんじゃないかなと思いますんで、ぜひそこら辺をね目安にコメントよろしくお願いします。はい、はい、いいね、恋の花急に歌い始めるっていうねポン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 、さあ話題とも叩いて、ポン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 、さあ最後はちょっとゆっくりになって最後は早くなるということで、アルティメットチェーンありがとうございました。はい、まあ、こんな感じでね今日もやっていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、スコアは986万、トリプル A プラス。はい、それでは次行きましょう。続きましてこちら、サイさんのクワイタスレイやっていきましょう。いや、この曲僕めちゃくちゃ大好きで僕がサウンドプロテックスに最初にハマり始めた頃に、めちゃくちゃやり込んだ曲ですね。ということで早速やっていきましょう。いやもうね、出だしから最高ということで、この曲ね、ま、曲自体もすごいいいんですけれども、譜面もすごい良くて、よいしょ、あぶあぶ、おっとっとっと、ちょっと切っちゃったね。うん、消防譜面になってるんですよ。なので階段の要素もありますし、あとはね、つまみもいい感じにあるんで、ぜひレベル17をね、この曲レベル17なんですけど、最近かじり始めたよって人はちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。かなりね練習になると思いますよ。うん、そしてねこの曲、あーやべやべ僕結構やり込んでるんですけど、いまだにねなんか変なところでねミスっちゃって、おいしょ、なんかねいつもねフルコンできずに終わっちゃうんですよね。そしてここもなぜかつまみがすごい外れやすい、こことかね、オッケー、今は大丈夫でしたね。さあ、そしてこの後ちょっとブレイクした後に一番の難所ですね。さあ行くぜ、おいしょ、あーなんとかいったいやー、ここがねうまくいくときと、おいしょ、うまくいかないときが結構あってそしてこの後なんかねクライマックスに向かっていくぜっていう感じの雰囲気がすごい好き。うーわー、いいですね、トゥ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 、はい、左左、右右、ドリル、よっしゃー、さあラスト、さあ気合い入れて、おっと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 、さあさあ片手に片手に、あーだいぶ最後ミスっちゃった、へいということで、クワイタスレイいかがでしたでしょうか。ふう、ギリギリスコアも、トリプル A 乗りましたね。あ、よかったよかったということで、次の曲いきましょう。
さあ3曲目はこちら、ブラックオアホワイト。ブラッキーさん、ユウさん、そして白丸さん、3人のコンポーザーの合作の曲になりますね。いや、この曲もなかなかいいですよ。ということでやっていきましょう。いや、最初から激しいよ。OK、 音オン。 OK、 うー、繋いだ。おー、繋げた。なんか変なところにミスった。いや、せっかく繋いだと思ったの。よいしょ。ということで、まあ、3人の合作ですけれども、まあ、プレイヤーとしては誰がどの部分を担当してるんだろうっていうのが、ね、気になるところですよね。それを想像するのが楽しかったりしますね。よいしょ。 OK。 そしてここのつまみ、ここのつまみがね、すごい外れやすい。なぜでしょうか。難しいですね、サンドボルテックスって。よいしょ。さあ、ここも、おっとおっとおっと、大丈夫大丈夫。 OK、 外れないように、外れないように。いきましょー。チョン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 。さあ、この後出張出張。はいはい、出張出張。あ、間違った間違った。変なことで歌って遊んでないの。あ、そう、出張って、まあ、サンドボルテックスのある意味用語だと思うんですけど、まあ、あの右のつまみを左手で回して、よいしょ、で左のつまみを右で手で回すことを出張って言うんですけど、まあ、この曲はその出張がだいぶ多いのが、まあ、ある意味特徴ですね。怖いよー。 OK。 いやー、だいぶギリギリの瀬戸際を言ってる気がするけど、あー、ない。いやー、なんかミスっちゃうな。オッケー、トゥ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 。オッケー、ここも出張。はいはいはい。あー、怖い。まだまだ行ってるよ。テカテテカテ。ジュン。最後は、右ですね、これはね。なんとか行けた。またギリギリだったわ。本当僕の実況はギリギリが多いですね。まあ、クリアできればいいんですよ。ということで、はい、無事、AA プラスですね。ということで、次の曲いきましょう。さあ、今回ラストはこちら、カメリアさんのバンギンバースト。こちら、ボルテ実況1回目の時にやった4アルトラプレイヤーの大会と同じ時に、出た曲ですね。ということで、やっていきましょう。いやー、テンポがかなり速い曲ですけれども、これについていこうぜ。レッツゴー。よいしょ。もうここがね、結構切りやすいと思うんだよね。よいしょ。あー、むずいわー。よいしょ。そう、BPM がね、234だっけ。かなり速いよね。普通そんなテンポの曲なんてゲーム以外にないですから、このように存在しないんじゃないか。よいしょ、おいおい。クラシックとかでさ、 BPM200 超えの曲とかあるんだろうか。いやー、そんな曲あったら指揮者びっくりですよね。はい、まずは最初のサビ。 OK。 さあ、ここからレーザー光線。はい、チャ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 、右左右左と交互に。さあ、ここからは片手処理。ポケ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 ポン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 、テケテケポケポケテケテケポケポケテケテケポケポケ、慣れちゃえば楽しい。よいしょ。ポン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 。さあ、まだ行きましょう。さあ、ここからグイーンと回って、チュ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 グイーンと回って、チュ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 、ほい。いやー、これはむずいよ。さあ、この曲一番の難所、ほいほい。やべやべやべ。いや、1回外すとな、かなり厳しい。さあ、ちょっとアンビットも加えながら、ほほほほほほほい。さあ、なんとか最後まで行きましょう。危な、ほい、チュンチュンク。さあ、ここ痛い。なんとか生き残った、よかった。ということで、バンギンバーストでした。いや、いろいろ騒がしくて申し訳ございませんでした。まあ、無事クリアしたということで、
はい、今回はここまでにしたいと思います。少しでも楽しいと思っていただけた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでコウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。ジョーさんの装備がフルになってる。え、これ足なくない？足ない。パンツ履いてないみたい。やめろよ。いいだろ、パンツ履いてねえ。お母さんが洗濯しちゃったんだよ。